にゃんにゃレストランへようこそ。今日は私もシェフだよ。異国店長と国民シェフですね。はい。今日のメニューは何だろう、楽しみ。じゃあ早速。早速作ろっか。あ、お客さんいないみたいですけど。今日は私一人だけど、お腹空いちゃったから行こうっと。また切っちゃったよ。久しぶりだな。あ、ここだ。こんにちは。いらっしゃいませ。にゃにゃレストランへようこそ。はい。あ、こみちゃんシェフやってるんだ。そうだよ。じゃあこちらの席でようこそ。こちらの席でどうぞ。あ、お財布忘れちゃったから取りに行ってきますね。じゃあ作っとくのでご注文お願いします。はい、私は今日もおすすめでお願いします。日替わりランチで。わかりました。少々お待ちください。じゃあ私その間に財布取ってくるね。うん、バイバイ。バイバイ。じゃあ作ろっか。今日はハンバーグ。ハンバーグですか。作れるよ。あ、作れるみたいだよ。どうしました、ここみさん。まな板がない。まな板がない。これはお肉です。手で混ぜましょう。柔らかくなるのでね。手で洗いますね。じゃあ手でこねましょう。よいしょ。よし、じゃあお皿に移そっか。せーの。よいしょ。今日のおすすめは、まさか？これは重さ1キロとなっております。わー、すごいですね。今日のおすすめは、特デカハンバーグです。手足は食べれるかな。約1キロなので。わー、いいんじゃない。じゃあフライパンに焼こっか。じゃあ今から焼くよ。はい。お客さんまだ帰ってこないな。ちゃんと帰ってくるのかな。クミシェフすごいですね。はい。そうなんだけど。おお。OK。OK だね。今焼き上がりが楽しみです。はい、これで。何分待ちます？10分。ほら、結構待たなきゃいけないね。じゃあ焼きますか。でかいか。でかいか。これどうやってひっくり返すの？知らん。知らんね。ひっくり返せるかしら。知らん。ねえ。で、ここシェフ頑張ってね。うん。じゃあ休憩場所に行く。うまくいけるかしら、でここ店長。おいしくなるよ。うん、なれたな。でここちゃんちょっと焼けてきましたですね。うん。大きいからね、焼くの大変そうです。リココ店長、だいぶ焼けてきましたね。
りほほ店長、ひっくり返せます？じゃあひっくり返すよ。はい、お願いします。りここ店長、できた。りここ店長すごいですね。上手にひっくり返せた。すごい、おいしそうにできてる。りここ店長ね、あれ、ここにシェフはいませんね。ここにシェフね。あ、リココシェフさすがですね。あれ、ここにシェフ今まで何してたの？テレビ。あれ、店長テレビ見てたって。ダメね。お待たそう。せーの。あ、すごいね。これこれ、できた。すごい、リココ店長やりますね。わー、できましたね。お待たせしました。わー、来た。うわ、なにこれ、でっかい。超でかくない？食べたい。すいません、箸を。めっちゃ重いんだけど。すごいでかいよ、いつもより。ねえねえ、野菜とかない？ポツンときたね。うん。普通レタスとかあるでしょ。お待たせしました、こちらをどうぞ。わー、串カツ8本も食べれるかな。ハンバーグと串カツ、こんなに食べれないよ。はい。お、ありがとう。みんなで持ってきた。じゃあ食べようかな。じゃあいただきます。はい。うわ、美味しそう。うん、おいしい。店長美味しいって。じゃあ私もお味見。あれ、 あなたシェフも食べるの？はい。いいんです？いいんです。セイラさん、いいんです？いいんです。おいしい。今日のランチはすごいですね。はい、おいしい。ナイス、グッド。誰が考えたと思う？やっぱり店長でしょう。うん、おじさん。どこのおじさん？近所の味噌汁が溢れる。巨大ハンバーグ作ってって。で出してたら大行列になっちゃうの？時間だけなんですよ、営業時間が。はい、7時から8時までです。何時の方に？朝の。朝の？それモーニングじゃん。モーニング。あ、間違えました。12時から1時。あ、一番でもピークに並ぶ時間じゃないですか。くじを引いて当たった人がここに行けます。あら、セイラちゃんくじ引いてきたんですか？引いてないです。シェフ、適当なことばっかり言わないでくださいよ。この人私知ってるんで。もう私お腹いっぱいで食べれない。店員さん、あとお願いね。任せて。あ、やっぱり私持って帰ります。ママに食べてもらおうかな。あ、ダメなんですか、持ち帰り。持ち帰り禁止です。ここのシェフとここ店長が食べたいって。あ、そうだね。だから持ち帰りだね。そういうことね。なるほど。持って帰ったらな。あ、なんか言ってる、なんか言ってる。帰ります。バイバイ。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ残りは私たちで食べますの？リココ店長、食べましょうか。じゃあニャンコも食べましょう。せいちゃん、ニャンコ食べるね。残り、じゃあせいこは。あ、せいこまだいたの？いたよ。せいこも食べるんじゃん、やっぱり。ごちそうさまって言って帰ってたはずなのに。なんか走って帰ったらお腹空いちゃって。今日も美味しくできたね、店長。うん、じゃあ私家に帰りますね。バイバイ。また来てください。チャンネル登録。
お願いします。こちらの動画も見てね。